トーマス・レーモンド・マストニー・ジュニアは、インドネシア出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。インドネシア生まれとしては、初の MLB、NPB 選手である。両親が、ボルネオ島を旅行中に生まれた。その後は、アメリカ合衆国インディアナ州ジオンズビルで育った。大学時代は、ミスター・ナスティの愛称で呼ばれ、先発投手としてプレーした。2003年には、 サザンカンファレンスの年間最優秀投手に選出された。2003年の MLB ドラフトでトロントブルージェイズから11巡目で指名され入団。参加のマイナー球団オーバーダブルデイズでプロとしてのキャリアを始めた。2004年にチャールトン・アレイ・キャッツでプレーした後、ジョン・マクドナルドとの交換トレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2005年の開幕当初は、 ハイエーキンストン・インディアンスで先発ローテーションに入っていたが、シーズン途中にリリーフにコンバートされた。シーズン後半には 2A のアクロン・エアロズに昇格した。2006年も引き続き、エアロズで開幕を迎え、その後 3A のバッファロー・バイソンズへ昇格した。この年は、シーズン途中に、クローザーのボブ・ウィックマンが放出されたこと、中継ぎが不調だったことから、 マストニーは初のメジャー昇格を果たすこととなった。7月25日にメジャーデビューを果たし、マイナーではそれまで主に中継ぎを務めていたこともあって、キャリアでわずか3セーブしか記録していなかったが、8月19日のタンパベーデビルレイズ戦ではメジャー初セーブを記録した。2007年のボストンレッドソックスとのリーグ優勝決定戦では第2戦の10回裏に登板。 同点という場面で、デビッド・オールティーズ、マニー・ラミレス、マイク・ローウェルの中軸を三者凡退に打ち取り、11回表にインディアンスが勝ち越したことにより、マストニーにポストシーズン初勝利が記録された。2008年は、春季キャンプでホルヘフリオと、ロースター枠最後の一枠を争ったが、争いに敗れたことにより開幕は 3A で迎えることとなった。しかし、 4月15日にジョー・ボロースキーが故障者リストに入ったことにより昇格。6月3日のテキサス・レンジャーズ戦ではメジャー初先発を果たした。オフにインディアンスがマストニーの保有権を NPB の横浜ベイスターズに売却し、マストニーがベイスターズと1年契約を結んだことが明らかになった。2008年12月17日には、 ベイスターズがマストリーの獲得を正式に発表した。2009年は先発、中継ぎの両方で起用されたが、請球がいい投手という全評判とは違い、四死球が非常に多く請球難に苦しんだ。4月30日に阪神甲子園球場で行われた阪神戦では、6-1、3回無失点と高騰したが、チームは2点リードの9回裏に無双者から逆転。 サヨナラ負けを喫した。それから約2ヶ月後の6月28日、同じく、阪神甲子園球場で行われた、阪神戦でも、6例3回無失点と高騰したが、またしてもチームは2点リードの9回裏に逆転、サヨナラ負けを喫した。結果を残せず1年で解雇。2010年は、独立リーグである、アトランティックリーグのサマセットペートリオッツでプレーした。 時速 140km 中盤のストレートとスライダーを軸にカーブチェンジアップを投げ分ける。ありがとうございます。